我々は2月10日、来週水曜日になります。農水省におきまして、食料自給率 100% 以上を目指すため、農水省の現役役人と意見交換会を開きます。この意見交換会、どなたでも参加可能でございます。意見交換会、農水省で食料問題、語り合いたい、意見をしたい、質問をしたいという方、ぜひ我々に一言お声をかけていただきたい。案内のパンフレットも今お持ちしております。来週の水曜日、農水省において食料自給率 100% を目指すため意見交換会を行います。貴重な機会となります。入場料無料、どなたでも参加可能でございます。食料問題、人間が生きていくために食べなくては生きていけない、食べろ食料問題、そこにイデオロギーなどは全く関係ないわけであります。皆さん方が生きていくため、生き抜くため、まずは飯を食おう、こういう素朴な考えでもって参加していただければ結構でございます。我が国の自給率が 30%、あとの7割は輸入に頼ってる。100人いて30人は飯を食って生き残れるけども、70人は死んでいいのか。自分ところで飯を作って自分ところの人間が飯を食えない、それでいいのか。素朴な問題であります。まさに安全保障なんです。2月10日水曜日、農水省において食料自給率問題に対して意見交換会を開催いたします。どなたでも参加可能でございます。興味ありましたら一言声をかけていただければ、ご案内のパンフレット、ティッシュ、その他いろいろ用意してありますので、どうぞお気軽にお声かけていただきたい。このために我々は今日平日火曜日、この茶の水駅頭に参ったわけであります。